こんにちは、ハイブリッコちゃんです。今日もホワイトボードを使ってクイズをやりたいと思います。ヒーロー、ヒロイン、バイプレイヤー、機械物、ロボットなど、いるキャラ、出題した歴史上人物、戦国武将など、それからパルコさんの好きなヒーローも出てくるかもしれません。はい、ホワイトボードに一文字目を書きます。そして画像を10秒間だけ見まして、その記憶をもとに絵を描きますので、どなたを描いているのか当ててみてください。はい、では早速第1問、一文字目はひ、ひ、はい、では10秒見に行きます。はい、あね、この方ですね。はいはいはい。はいはいはい、では書きます。ヘアスタイルが特徴的です。あ、から書く。輪郭がこんな感じかな。で、お髪がこんな感じかな。はい、こんな感じですね。キューティクル、サラサラ。はい。で、眉毛があって、あ、そっかそっか、眉毛ない。つい。眉毛ない、あの前髪で隠れてました、ね、よかった、ヒントをいただいちゃいました。そうそうそう、そうでした、そうなの、お髪に隠れてるんです。で、もうちょっとここがね、おもながかな、おもながというかスッとしてる。あ、逆逆してない。スッとしてない。ね、ヒントいただいちゃいました。こんな感じ。このか、え、あ、で、こんな、はい、この方ですかね。この方。はい、火のつくこの方。正解は日村勇紀さん。バナナマンの日村さんですね。ゆうきさん、はい、ですね。はい、では第2問、一文字目はや、はい、では10秒見に行きます。はい。怖い。あー、そう、このね、このシーンね、このシーンね。あー、
はい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 、書きます、書きますね。いやあの曲が、あの曲が頭の中を、こうですね、こうですね、この時点でもしかしたら分かる方がいらっしゃったりして、山村貞子、貞子でございます。山村貞子ね、もうあの曲が頭の中流れてますね、皆様ね。はい、では第3問、一文字目はぜ、10秒見に行きます。よいしょ、はい、あー、はい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 、へー、はい、書きます。009、はい、です、です、
今日は日村さん貞子009書きました。はい、ではまたバイバイ。本日もハイブリッコチャンネルご視聴いただきありがとうございました。ぜひぜひチャンネル登録よろしくお願いします。またハイブリッコちゃんはツイッター、インスタグラムもやっておりますので、そちらのフォローもぜひぜひお願いします。Thank you for watching Hybrid Channel today. We also have Twitter and Instagram. Please check it out. Bye bye.